I'm always coming back to you。Summer nights we fight, we scream, we don't know what to do。 But I guess it's just a simple thing the people take us through。 But another night's a glimpse of seeing the real ones are true。 I don't know that nothing will stop me from starting again。 I'm always coming back to you。 You call me till the end。 I'm always coming back to you。 You keep putting me in。 I'm always coming back。Thank you for watching. This is Satoshi. では今回は今聞いていただいた Always Coming Back, While OK Walk。 こちらの歌詞の解説と会話でも使える英語フレーズをピックアップしてみていきましょう。では早速この曲のテーマについて考えてみたいと思いますが、リリースされたのが3月11日だったので、人によってはこれは東日本大震災について歌った曲だという捉え方もあるようなんですが、僕個人としてはこれは震災を歌った曲ではないと思います。かなり抽象的な歌詞なので、もしかしたらそういった部分もあるかもしれませんが、どちらかというと彼らワンオクにとっての日本や日本のファンに向けてのメッセージを歌っているように思います。では早速その内容、曲をもう一度確認しながらチェックしていきましょう。 Alright, here we go。 I'm always coming back to you。 Summer nights we fight, we scream, we don't know what to doBut I guess it's just a simple thing the people take us through。 初めにタイトルのフレーズが出てきます。 I'm always coming back to you。 直訳すると、僕はいつも君のところに戻るよ。恋愛の曲として捉えることもできますが、ワンオクがファンに向けて歌ってるとすれば、今は世界を舞台に戦っているけれども、僕らは必ず君の元へ戻るよ。日本がいつだって大切なホームなんだ。と訳すこともできるんじゃないでしょうか。その後に言って、Some nights we fight with scream。 喧嘩して声を荒げる夜もある。 Scream は叫ぶや声を荒げる。 We don't know what to do。 そうすると何をしていいかわからなくなってしまうんだ。この What to do は I don't know what to do。 僕はどうしていいかわからないというフレーズで会話でもよく使われます。ここでは人間関係だったり、バンドとファンの間でもうまくいかない時もあって、気持ちも通じない時もある。そうするとどうしていいかわからなくなってしまうんだということができます。その次に言って、But I guess it's just a simple thing that people they go through。 で、だけどきっとそれはとても単純なことで、人はそれを乗り越えていくと思うんだ。 Guess は推測するですが、ここでは think ないないだと思うと同じ意味で使われています。最後の go through は通り抜けるや乗り越えるというフレーズ。人と人のつながりというのはいい時ばかりじゃないけれども、みんなそうやって絆を深めていくんだとなります。では曲の続きを聞いていきましょう。But another night's a glimpse of seeing the real ones are true。 I don't know that nothing will stop me from starting again。 I'm always coming back to you。 You call me till the end。 I'm always coming back to you。 You keep putting me in。 I'm always coming back。ここの glimpse はふと見るやちらりと見るなので、 But another night's a glimpse I see the real one and that's you は、しかし別の夜に不意に僕には本当のことが見えた、それは君だった、いやけどふとした時にあの夜僕には本当のことが見えたんだと訳すことができます。その次に言って、 And I know that nothing will stop me from standing up, I can。 この nothing will stop me で、私を止めるものは何もない。その後に standing up があるので、私が立ち上がるのを止めるものは何もないとなりますね。この立ち上がるというのがワンオクの海外への挑戦だとすれば、そう、僕らを縛るものは何もないんだ、僕は夢へと歩き出すよと捉えることもできます。さらに先に進んで、 I'm always coming back to you, you've got me till the end で、
でも僕らは必ず君の元に戻ってくるよ。最後までずっと一緒だよ。この You've got me は質問された時なんかね、わかりませんという意味で使うこともあるんですが、ここでは You got me、 君は僕を捕まえたから考えて Till the end、 最後まで捕まえてる、つまり僕らは最後までずっと一緒だよということができます。さらにその後 I'm always coming back to you、 You keep pulling me here で必ずここに戻ってくるよ、君が僕らを引き寄せるんだとか、君がいるから戻ってくるんだ、 I'm always coming back、 僕らはいつだって戻ってくるよとなります。サビに行きましょう。サビのフレーズ非常にシンプルです。 Oh, war, time goes by。 この time goes by は時間が過ぎるや時が経過するという決まりフレーズなので、ぜひチェックしておいてください。この後も曲は続きますが、かなり繰り返しも多いですし、歌詞のテーマは同じです。そして一番最後に A メロの繰り返しがあるんですが、 Some nights we fight, we scream, we don't know what to do で、僕らはある夜喧嘩をして声を荒げてどうしたらいいかわからなくなるとか、この喧嘩を壁とすると、僕ら時々壁にぶつかってどうしたらいいかわからなくなるんだ。 But I guess it's just a normal thing that people they go through で、だけどそれはきっと normal、 普通なこと、自然なことで、人はそれらを乗り越えていくと思うんだとか、その壁があることは当たり前のことで、僕らはそうやって絆を深めていくんだ、前に進んでいくんだということができます。 One OK Rock Always Coming Back はこのようにファンに向けてのメッセージを歌った曲ではないでしょうか。では今回は Always Coming Back One OK Rock の歌詞の解説をしてきました。もし気に入っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ただ初めにもお伝えしたように、これはかなり抽象的な歌詞なので、仲間のことや恋愛のこと、別の捉え方もできると思います。こんな風に思うという意見などございましたら、ぜひコメントください。さらに英語を基礎から効率的に学びたい方、英詞の意味を自分で理解したい方のための9時間の動画付きオリジナルテキストブックも発売中です。興味がございましたら概要欄からチェックしてみてください。 Alright, thank you for watching. This is Marcos Abel Channel. Macro Stereo.